東京都立江戸川高等学校は東京都江戸川区松島2丁目に所在する都立高等学校。江戸校の通称で親しまれる。1940年東京府立第16中学校として開校。制服はなく標準服であるため私服登校も可能である。3年生9学級、2年生8学級、1年生8学級である。元プロ野球選手、 伊達商事が東京都教員採用試験に合格し、江戸川高校に赴任した。2012年度より学習土曜授業が開始される。公式野球部が毎年と大会で活躍し、過去には創実校も破った戦績を持つ。陸上部、弓道部、ハンドボール部はインターハイ、関東大会出場者を出すなど、下町に位置する環境からか各部とも熱心である。 吹奏楽部は毎年8月にタワーホール、船堀や江戸川総合文化センターで定期演奏会が行われており、学校関係者だけでなく多くの地元の人々が鑑賞している。推薦も行われるようになり、入学定員枠は募集人員の20%に当たる。スポーツ特別推薦では調査所と面接及び実技試験を実施している。2011年度は 公式野球、ソフトボール、バスケットボール、バレーボール、ハンドボールである。第3回全国高等学校クイズ選手権、優勝校である。半年ごとに開戦。体育祭、江戸校祭、合唱祭、マラソン大会、球技大会等が行われている。学校行事は、生徒の自主性の伝統から、生徒会や実行委員会の生徒を中心に運営している。体育祭は、 各職別に応援団があり、毎年行われる応援合戦が有名である。文化祭は、1年生は演劇、2年生は企画、3年生は模擬展をやることになっている。毎年、中庭ライブもあるため多くの地域住民が来場している。合唱祭は、毎年2月に江戸川区総合文化センター大ホールで行われる。生徒の保護者以外には非公開。 一年生は一学期終了後、二クラスずつで四期に渡り、各二泊三日で HR 合宿を実施する。場所は長野県小諸市にある本校の施設、岸野山荘でキャンプファイヤやバーベキュー、ハイキングを行って、生徒の交流を深めている。ありがとうございます。